どうも皆さんこんにちは、レイです。ということで今回からアンダーテイルの G ルート実況プレイやっていきたいと思います。いやー楽しみですね。前回 P ルートのねマジで完璧なハッピーなーオープニング前回ね完璧なハッピーエンドである P ルートを最後までやりきったんですが、まあ、とりあえずエンター押すか。G ルートというのがねまだ残ってるらしいので、まあ、そっちの方をね最後かなこれがやっていきたいと思うんですが、 G ルートっていうのはもう P ルートの真逆だね。殺戮ルートだよね。全てを倒す、ことでまた得られるエンディングがあるらしいので、まあ、そちらの方やっていきたいなと思います。いや心苦しいけどね、この全てがいい方向に進んだ P ルートの世界線を俺が壊してしまうという何とも言い難い感情ではありますが、まあこのゲームをね端から端まで全て楽しもうと思ったらやはり G ルートはね欠かせないんじゃないかと。俺本当にアンダーテイル実況するまで内容とかマジで知らなかったんだけど、なんか G ルートみたいなのが存在するのは知ってたんだよね。まあそのぐらい結構有名なルートだと思うので気合い入れてやっていこうかなと思います。リセットしちゃうぞ。行くぞ。飛べよー。はい。また名前つけんの？押した人間に？いやでもさ、俺もこれPルートを見てもう知ってるんで、もしねアンダーテイル知らない方がいましたら、ぜひ私のね実況パート1からご覧ください。すべてがわかりますんで、ここからねネタバレ含むんで、もうしょうがないんですけど、まあ、やっていきますか。とりあえず名前は、まあ、一緒でいいよな、前回と。前回と一緒でカンタでとりあえずやっていこうか。でもさ、これ落ちた人間って、一人目じゃねえわ。あれだよね。フリスクではないんだよね。あれ？本名がフリスクなんだよね。だけど、カンタという名を、持って、私はこの世界に降り立とうと思います。よろしくお願いします。さあ、うわーガチでリセットさんだ、本当に。動物の森もびっくりなリセットだ。まあ、3周目なんで、これ。正直、あんまり、フラウィいるじゃん。あれ？アロー、僕はフラウィ、お花のフラウィさ。君は、フラウィではない。アズリエルドリーマーだろ。俺は知ってるんだ。君はこの地底の世界に落ちてきたばかりだね。そっか、じゃあさぞかし戸惑ってるだろうね。これさ、マジで知ってるからさ、もうサクサク進んでいっていいんだよね。サクサクパンダでいいんだよね。あ、マジでがっつりチュートリアルからだ。まあいいか。とりあえずもうやったことあるものはサクサクカットして進んでいこうかなと思うんだけど、いいよね。まあなんか新しい展開があったら、その都度、見ていきますか。なんかこれそういえば当たったらなんかあるんだっけ？行った。え？バカだね。腹立つこいつ何？当たれって言うから当たったらバカだねって。理不尽極まりないな。この世界では殺すか殺されるかだ。こんな絶好のチャンスを逃すわけないだろう。ああ、結果一緒なんだね。死ね。ここで初めて出てくるシンプルな暴言ね。さあ、初バトルだね。マネキンが現れた。ここでまあ、さっきトリエルに話しかけてくださいって、あらこと言われてたんだけど、まあもうこれは、Gルート。俺は、天から舞い降りた殺戮者、魔物の村を破壊しに来た。戦うことしかしませんよ。はい、31ダメージ。オッケー。こんな感じで、全員を殺戮していくルートってことだよね。ああ。マネキンはバトル用じゃないわ。おしゃべりの相手よ。怪我をさせたら大変でしょ。こっちへいらっしゃい。よし！マーク、トリエル、え？来たー！フロギー。ちょっと遊んでたわ、トリエル後ろから徹底マークして。バスケ選手ごっこしてた。八村塁ごっこしてた。
やべやべやべ。まあ、このフロギーとかはもう全部倒していけばいいんだよね。ラブが上がっちゃったね。前回のルートでは一個も上げなかったラブ。で、これ確か、ジルとね、ちょっとネタバレないあれを読んだんだけど、この雑魚敵ラッキーエンカウントみたいな、こういう雑魚敵も全部倒さなきゃいけなかったっぽいっぽいっぽいんだよね、確か。そうだよね。あれ近かったっけ？なんだこいつ。じゃん？ん？あー、話しかければいいの？ん？あー、そういう展開ね。だからそういうエンカウント系の敵もなんか全部倒さなきゃいけないっぽいのかな？ので、まあちょっと時間はかかるかもしんないけど、まあまったりゆっくりやっていきますか。時間だけは無限なんでね、俺。さ、進んでいくか。これ大丈夫かな。急に速いんだよね、足。さあ、ここら辺からもうエンカウントするっけ。声どうした？俺なんか喉が。あ、そうだよね、ここら辺からもうバトルになっていきますよね。あ、泣き虫もう最初から逃がせるんだ。逃がさないけどね。いいね。あれ、なんか最初から攻撃力結構高くない？ジルと専用攻撃力になってる、もしかしてカンタ。そういうわけじゃないよね。こうやって歩き回るだけでいいのかな。あ、現れるね、現れるね。え、泣き虫めちゃくちゃいっぱいいるじゃん。大量発生してないよね、大丈夫？これさ、どれぐらい倒せばいいかわかんないから、まあ、とりあえず可能な限り殺戮を続けていきます。なんかすごい物騒なこと言ってない？俺大丈夫？はい、これで3匹目かな。まあ、殺戮の限りを尽くしていきますか。え、これ合ってるかな？合ってるかしら？私心配になってきたわ。もう結構倒したんだけど、泣き虫。7匹ぐらいは倒したんじゃないかな？これ、まだ来るよね？無限湧きじゃない？これ。そんなことない？え、まだ？なんか、あんのかな？全部倒したら、倒しましたよーみたいな。ペレレレッペレーみたいな。このアプリはもうできませんみたいなあんのかな？さすがにそんな分かりやすいあれないか。だとしたらどこで終わるのか正解か分かんねえな。ん？あ、ラブが上がった。オッケー。もう3になっちまったぜ、ラブが。前回は1のままゴールしたのにな。まあ、なんかこう考えると全然違うあれだね。同じルートを辿ってるはずなのに全然違う進み方をしなきゃいけなくて、なんか飽きが来ないな。3回同じルートやってたら普通はさ飽きるんだけどさ、なんか全然楽しいな。また初見みたいな。初見3回目です、初見さんいらっしゃいみたいな。あ、初見さんお茶ありがとうございます。ん？フロギーだ。あれ？泣き虫じゃねえ。フロギーだ。しかもなんかちょっと強え、こいつ。危ねえ。いいよ、いいよ。まあもうね、さすがに、実は私一周目ね、結構殺戮の限りを尽くしてるルートに近かったんで、もうね、うまいと思う、普通に。申し訳ないけど。俺ね、うまいと思うんだよね、俺が。残念ながらね、苦戦しないでね、俺ね、普通にね、うまっ。これもうあんまり敵とエンカウントしなくなっちゃったんだけどさ、これ合ってるのか、終わったのか、これで終わりでいいのかな。なんか分かりづらくね。これで終わると分かりづらくね。もうフロギーと泣き虫は僕20体でも倒したんじゃない？そんなに倒せないか、10数体ぐらいかな、倒してなんか確実にエンカウント回数減ってるんだね。これはもう終わりでいいのかな。もうちょっとやってみるか。なんかあるのかい？ほんとにさっきふざけてたやつみたいなの、マジでもうエンカウントしねえな。まあ、でもさっきも言ったようにもうエンカウントしねえな。あー、エンカウントした。やっぱまだいるんだな。これほんとにもう駆逐するまで終わりないってことだね。まだ終わってないのかな。まだ隠れたフロギーと泣き虫がいるってこと。でも頼む、前世じゃない、違う世界線ではとても仲良くしたじゃない。俺たちマブダチだろ。俺を助けると思ってさ、ヘビギリシュくんねえかな。
から頼む。まあ、果たして本当に出てくるのかわかんないんだけど、どうなんだろうか。もういないのかな。いないんだったら先すぎたり、もうこの部屋に幽霊されて軽くも15分ぐらい経ったよ。大丈夫？出てこんな。もう終わりでいいかな。こんなスタンスで歩いてねえ、出てこないことないよな。なんかさ、待って、これさ、落ち葉の山ってさ、こんな決意っていうあれだったっけ最初。あれ、もっとなんか落ち葉の葉がカサカサあーだこうだみたいな話なかったっけ。あったよな。あれ、ああ、いやでもまだいるわ。え、しかし誰も来なかった。これか、音楽変わって、怖い、普通に怖い、やめて。俺ホラーゲーム得意だと思ってたのに、ちょっと怖い、普通にやだ。え、やだ、この音やだ。これもう終わりってことでいいんだよな。うん、あ、じゃあこの決意っていうのだけだったらもう OK なのかな。さあ、じゃあちょっと違う部屋行ってみますか。お一つどうぞと書かれてるキャンディー、これはもらっていい。これさ、なんだっけ、あとここの部屋にはもういないかな、モンスターは。この音楽が鳴ってる範囲はもう大丈夫ってことかな、合ってる。しかし誰も来なかった。そうだね、そうだね、そうだね、多分もう大丈夫そうだ。ちょ、音楽よく聞いてこう。次の部屋行ったら、また俺の声でかすぎてちょっと静かにするわ。あ、ここら辺ももうじゃあ大丈夫ってことだね。うんうん、オッケーオッケー。別にあの部屋だけじゃなかったんだ。しばらくこの、あ、じゃあここも大丈夫かな。はい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 、これはじゃあもうここのエリアはクリアってことだね。オッケー、じゃあ次進みます。勝った。あー、もうここら辺のあれだ、決意ももう決意丸になってる。やだな、なんかちょっと悲しいね。いろんなセリフがあるからちょっと面白かったんだけど、まあいいか。え、ナプスタブルクだよね多分。あれ、ナプスタブルクここで会わなかったっけ一回。あれ、話しかけなかったっけここ。なんかあれ、ここ通れなくてさ、ナプスタブルクとなんか戦わなかったっけ。あれ、俺の記憶違いか。まあ、記憶違いならいいんだけどさ。これで、スパイダー買っておこうか。あ、ここもまだなんだね。オッケー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 。一旦ちょっとお菓子だけ買っとこう。ん？ここもさ、あれ？ここなんかさ、フロギーたちがいてさ、なんかこう、なんか、ショートカットできるよ、みたいな。美味しいパン売ってるよ、みたいな。なんかそんななかったっけ？安いよ、安いよ、みたいな。あれ？いや、でも、待って、さっきからさ、なんか違和感がある気がするんだけど、多分勘違いじゃないよね。うん。これ多分、フロギーと泣き虫を駆逐したから、ちょっとやべえやつ感出てるんだろうな。こいつには近づかねえ方がいいみたいな、多分噂が出回って、ナプスタブルクとか、が、あと、そのさっき言ったフロギーとかが、近づかなくなっちゃってんじゃないかな。うん。ナチュラルに今パズル見せたけど、ほっといてね。こういうナイフとかも、積極的に装備していった方がいいんだよね、多分。攻撃力上がった方が、倒しやすくなるってことだもんね。はいはいはい。よし、じゃあ、行きますか。これさ、Gルートってさ、難しいのかな？なんか俺、今んとこさ、あ、トリエル。ここでトリエルとあれだよね。多分、戦わなきゃいけないシーンになるんだけど。俺さ、今んとこさ、EXP も上がるし、まあ、ラブも上がっていくわけだから、攻撃力とかも上がるし、あと、お金も手に入るじゃん。ランダムエンカウントをさ、全部、ほふっていくわけだから。なんかそう考えるとさ、回復とかもいっぱい買えるし、別に、ねえ、なんかいけそうだな。はい。じゃあ、ここ、ああ、音楽、いい。あれ、このお家って特になんかエンカウントとかないよね。
確か。ここはトリエル雑学の話だったよね。うん、あ、どうもしないどうもしない。じゃあ大丈夫かな。もう全部回収してシンプルに殺リクルートってだけなのかな。 G は G ルートは。よし、じゃあひとまずトリエルさんを倒してしまおうか。いやちょっと待って、これさ、俺 P ルートやって、よし、じゃあ G ルートやるかと思って軽い気持ちでびっくりした。あ、待って、え、普通にびっくりした。あ、な、え、なんか、え、なんか忘れ、俺なんか忘れ、そうだ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 、これトリエルに帰りたいっていう話を、あ、ま、じゃあ、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 豆知識いらんいらんいらん、あ、また豆知識、あ、こっちね、はいはい、遺跡から出たい。うん、これでこっちかこっちか、そっかそっかそっか、俺なんか前回もこれでびっくりしてた気がするわ。へーとか言ってシンプルに怖い。とてつもない速度で後ろからトリエルが走ってくのが怖い。さっきさ、ちょっと言いそびれたことなんだけど、このPルート終わって、よしじゃあGルートの実況撮るかと思って軽い気持ちで今結構撮ってたんだけどさ、なんか心が苦しくなってきた、普通に。なんでだ、やっぱハッピーエンド見ちゃったからなのかな。このまあ、要はなんていうの、言い方良くないけど、この中ボスっていうの、中ボスって言い方良くないな、この主要登場キャラのさ、優しさっていうのはさ、もう前回で身をね持って体験してしまったからなのかな。ちょっと、いやちょっとマジでちょっと心苦しいわ。ここでトリエルとバトルになっちゃうんだよね。で前回は戦わない、この戦うをして剣を振るわないってことをしたんだけど、まあ、今回はよし、ちょっと気持ち切り替えろ、ジルトだ、よし、さあ戦っていきますか。トリエルさん、よろしくお願いします。なんで、ま、え、待って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 、嘘、え、2万ダメージくらい出なかった、怖っ、2万ダメージ、あなた私をそんなに憎んでいるの、これ G ルートだからってことだよね。だって1周目とか2周目ってもっとね強かったもんな。トリエル、私はあなたを守りたくてあなたを閉じ込めようとした、でも大きな間違いだったわ。それで守られていたのは外にいるみんなの方だった。すまんトリエル、お前の優しさは身をもって経験してる。前回のハッピーエンドを見た人は確実にそういう思いで多分倒してると思う、このジールとは。いやー、そういう展開か。だとしたらジールと思ったより簡単そうだね、マジで。その雑魚キャラを倒すのがちょっと大変って感じなのかな。うわー、マジか、心苦しいな普通に。けどはぁはぁはぁ、なるほどなるほど、今回はここら辺で終わろうかなと思います。ちょっと短いかもしんないけど、ま、いっか、コンスタントに動画投稿できたらまたいいなって感じで。よし、それではまた次回お会いしましょう。